ピエール・ジルド・ジェンヌは、フランスの物理学者。1991年のノーベル物理学賞受賞者。フランスのパリに生まれ、12歳まで、自宅学習をする。後にエコール・ノルマル・シュペリウールで学ぶ。1955年に学校を出た後、フランス原子力庁、作例センターの研究技師となる。A. A. アブラゲムと、J. フリードルの助言の下で主に中性子産卵と、 時生についての仕事をした。1957年に PhD を取得。1959年にカリフォルニア大学バークレー校でチャールズ・キッテルの下に博士研究員として滞在する。その後27ヶ月フランス海軍に在籍。1961年にオルセイで助手になり、オルセイの超伝導グループを立ち上げる。 1968年に研究を液晶に変える。1971年にコレージュド・フランスの教授となり、ポリマー物理において、ストラスコールに加わる。1980年から、海面問題に興味を持つ。濡れと接着の動力学についてである。1976年から、エコールサプザーユアでファジック・イデチミエ・アンド・ストリエル・デラビルデ・パリの学長となり、 2002年に引退した。1996年キュリー研究所に物理科学部門フィジカルケミストリーキュリーをジャックプロと共に設立。亡くなるまでキュリー研究所に在籍。晩年には分流体や脳において想定した記憶物体を研究していた。1994年の著書でコンピュータの予測を必ず正しいと信じてしまう人が多いことの例として、 二酸化炭素による地球温暖化を取り上げて、当時における地球温暖化の科学の発達段階は未熟であるとした。2007年にオルセーで死去した。他にも次のような賞を受賞している。フランス科学アカデミーのアンペール賞。フランス国立科学研究センターから金メダル。アメリカ物理学会とアメリカ科学会のポリマー賞。王立協会の外国人会員。 ありがとうございます。